今回はクマをいじめていたキャラの今に動揺を隠せない読者の反応集を紹介します。クマには石投げるし、ジミーに色目使ってくるし、嫌な奴だなぁ。お前、海の外まで娘の重りをしてくれてる尽くす男になんてことを。今じゃ娘さんをそばで支えてんだ。おい。なんで娘さんが単独行動してる。許さんぞ黒ひげ。おじさん。この人たち視点で見るとクマもジミーもボニーも全員守れなかった人生だった、になりかねないの声よ。ジミーに対する打算もあっただろうけど、ボコられて投獄までされてるのに笑ってくれるのナイスガイすぎる。確実に命の保証もない状況だけど、あえて言わせてもらう。無事でいてほしい。なんなら船長の助けになれるチャンスをもう一度くれよ、ダッチ。あと魚魚って言うんですね、名前。でも海兵に手を出す海賊なんだよな。漁が得意な男だし、ボニーのために魚取ってきたりしてたんだろうなってわかるのがね、いいよね。黒ひげマジであらゆる方面からヘイト買ってるの草。海賊団立ち上げ以降の親代わりなんだろうけど、ボニーのこと一貫して船長って呼んでるのが、クマとジミーへの忠義立てを感じさせていい。ジミーに惚れてることとクマが大好きなことは両立するからな。というか最初クマをいじめてたのって、一目惚れした女の子とずっと一緒にいる男に嫉妬したからかも。でもクマがいいやつだから仲良くなったと。お前マジで何してくれやがる。この状況下でもボニー船長の名前を呼び声をかける男。お前、マジで全部同一人物なのか。だとしたらすごい縁だが。というかボニーだけ逃げおおせてるあたり逃がしてくれた可能性もありそうだよな。一応スタンピードには出てたけど、本編ではどうなったのやら、普通に考えればあのまま捕まったことになるけど、ボニーは脱走してるわけで。今週の扉へ。多分クマに酒の取り方教えてるよね。人間臭い、めちゃくちゃ良いやつで臭。おだっちのよく出す気のいいモブ枠だと思ったら、とんでもない忠義の男じゃん。やばい、ちょっと泣きそうだよ。まあその友達は尊厳破壊なんて4文字じゃ表せないほど地獄を味わうし、その忘れがたみも守り抜けないし、好きだった子も死ぬんだけどね。書いてて辛くなってきた。実中ハック今インペルダウンだよね。この人たちも一時は革命軍だったのかな。マリージュは潰すついでにもう一回書き込みに行くか。な。物語の背景が察せられるモブ大好きだよ。だから少しでもいいから出てきてくれ。ボニー海賊団の乗組員は全員もともとはソルベ王家に仕えてた施設あったけど、が全現実味を帯びてきたな。ここからクマがソルベ国王に即位するなら、多分こいつら部下になってそうだし。わざわざカウボーイハットなんていう特徴的な格好を似たような顔の形のやつに被せてるので、適当セレクトなのはないからな。前回クマが痛みを取ってあげた二人だよな。面影があるから多分ボニーの側近の人なんだろうけど、海賊になっても親友の娘をずっと支えてくれてたんだな。なおその後。ロリコン疑惑のおっさんやん。この人今何してるんだろうな。少なくともボニーはサムネのとこから赤犬に引き渡されたって状況から逃げれてるから、一緒に逃げた後はグレた。もしくはボニーを逃がすために。じゃないかな。ボニーが仲間に関してはあんま悲しい態度取ってないし、一旦逃げて別の拠点で待機してんじゃないかな。潜入工作するならボニー短期の方がやりやすいし。クマが呼んでた魚魚が名前って認識でいいのかな。スタンピードでは一味健在だったから多分まだ生きてるはず。生きてて。ボニーが飯食ってる時ニッコニコだから愛されてんのかなと思ってたけど。友達の娘で下手すやまだ10歳くらいか。そりゃ美味しいご飯いっぱい食えと思うわ。そう考えると友達の娘がわがまましてるのをあやしてる感じになるのか、魚魚からしたら可愛いんだろうな。自分たちは食えなかった時期があるからボニーにはいっぱい食わせたいんだろう。クマとボニー血が繋がってない説濃厚に、クマが血筋のせいでジミーに迷惑かけたくないからという理由で結婚を拒否。最後のページで書かれたジミーが妊娠してる様子も子がいる様子もなし。そしてここからジミーが突如さらわれるため、そこから救出されて子作りしたという流れは考えにくい。となると考えられるのは、1ジミーは死に、ボニーはクマがベガパンクに作られたクローン。2ジミーがさらった相手に強姦され、望まずにはらんだのがボニーのいずれかかもしれない。まだジミーが助けた見ず知らずの赤ん坊をクマが娘として育てたもあるぞ。にはダメだろ。でも過去のジャンプの漫画でそういうのあったかも。さすがにワンピースだし強姦はないだろう。そばかすがないしクローンではないと思うんだけどね。ならソルベ王国の王太公コニーは誰だろう。本当は実在していない人だけど、何らかの事情で書類上では一応実在していることになるかな。マリージュアの衛兵、王太公コニーを認知していたから表向きの公式の記録では存在していることになっている。青年誌なら2だろうが少年誌だからな。拾った骨折を押す。なんとなくジミーに似てる顔とか、よく食べるとこから、愛おしくて娘として育てた的な。似てる外見はミスリードって説か。でもハンコックの過去みたいにエグいところはちゃんとワンピでもエグいし。ゾロの幼馴染のそっくりさんや、まさかの三次の手配書のそっくりさんがいるぐらいだから、もう一人霊が増えてもなんらおかしくなさそう。妊娠しましたはさすがにエグくない？もろやられたってことじゃん。
ハンコックも語った時男の字が強調されてたから遠距的にやられたいを表してるもんだけど、妊娠は直接すぎる。メガパンクと親しい時点でクローン説も科学的に作った二人の子供説もあり得るあたりあのおっさん無法。何らかの事情で熊が暴君だったことにはされてるけど、その後の王含め国民は熊の真相を知っていて、ボニーのために王太后の存在をでっち上げてるのかもしれないな。革命軍の会話で熊はソルベ王国の国王をやっていたことが判明しているから今回の展開の後、いろいろあって熊がソルベ王国の国王を少しやる展開？何年もかかってなんとか救出に向かった時にはジニーはもう亡くなっててジニーの面影がある女の子が虐待されていた程度ならなんとか婉曲的で収まらないかな。熊とジニーは14年前の時点で革命軍として活動していたことが判明しているけどボニーの実年齢はやっぱり子供？ジニー救出に数年かかって助けた時には赤ん坊を抱えてるとか？今の時点で生まれる兆しはないしこれからベガパンクと出会うなりジニーの誘拐先で何事かあって発見パターンでも10歳前後でほぼ確定かな。ボニーとジニーは雰囲気似てるが売り二つとまではいかないので、後のクローン製造にもつながるような研究の一環でサンプル数確保のため適当に集めた人間の血統因子をブレンドして作った可能性はちらっと考えた。さすがにねえか。やっぱりボニーが政府から逃げたっていうのは重要そうだよね。ボニーがかなり前から能力者で何らかの理由で年齢を操り一人難役もしていた。つまりコニー王太后とは最初からボニーだったのでは？話はずれるけどバッカミア族のクマは自分の血筋で迷惑をかけたくないために結婚を拒否していたけど海賊王の血を引くエースも仮に知り合った女の子から。あなたのことが好き。結婚してと迫られていたらエースも求婚を拒否していたのかな。エース、クマ、黒住家、ドンキホーテ一家、ビンスモーク家の3時は血筋の呪いが裏テーマ？世界政府が一回の国の政治に介入することもあったみたいだしな。もしかしたらいろいろな順番が逆で世界政府がソルベ王国を操るためにボニーを利用してたことを知ったクマが同情したのがきっかけなんじゃないかなと考えた。顔は他人の空に。でもあんだけ可愛い可愛い容姿を強調されると怖いよな。ジニーが誘拐先に同じくさらわれてきた小さい子供がいて、みたいなこともありえるよな。特に目をかけた理由も過去の自分を見てるみたいだった。どことなく自分に似てた気がしてしまったみたいな。血筋がチートとか少年誌あるあるだけど血筋がチートであってもそれが呪いにもなるってのは何か重いな。ボニーって実は天竜人の血筋の可能性ない？モブから可愛い可愛いチヤホヤされる女キャラは結構いるからな。オダッチがそういう構図が好きって可能性。つまりジニーが天竜人に寝取られたってわけか。ジニーが世界政府の奴隷になっているのをクマが世界政府の奴隷になることを了承する形で解放してもらうのかもしれない。最後のページとかの大人ジニー結構ボニーに似てるから血は繋がってるとは思うけど売り二つとは言えないくらいよ微妙な塩梅。もしスタンピードでの戦闘能力が原作にも適用されるなら、羊も何かありそうだよな。年齢操作だけで説明がつくのか疑問なところがあるし、ボニーがクマの記憶見て泣いてたの自分の羊も分かったからだったんだろうか。